東海市鍵屋町にある竹屋。およそ30年この地域で愛されてきたお店です。天ぷらが評判のこのお店のこだわりは、なんといっても種の良さ。大将が自ら市場に出かけ、新鮮な地魚を仕入れています。おすすめは赤鮭天丼。三河湾や伊勢湾で獲れた新鮮な赤鮭エビを10本ほど贅沢に使用。サクサクに揚がったエビ天が自家製のタレと絡んで絶品です。また天ぷら定食も外せないメニュー。こちらには地魚に野菜、そして車エビの天ぷらが。この車エビは足つきで揚げられているのが特徴。カラッと揚がっているので香ばしくいただけます。お父さんをねぎらいながら家族みんなで満喫しちゃいましょう。